こんにちは、イナズフットボールです。お久しぶりです。先週はちょっとお休みさせていただきました。ということで、今回はアウェーでテケパジャの宮崎との試合でした。で、宮崎はまあ今シーズン J3 に上がってきて1年目ということですが、非常に調子が良くて上位争いもしているチームで、またあの中でもね、しっかりと後方からビルドアップしてくるチームという印象がありました。で、まあ結果としては2対2の引き分けということですが、まあ、勝てなくて悔しいと思えるような試合だったと思います。はい。で、まあ試合の展開としては、まあ割と序盤にね、相手からの、まあ、縦パスを抑えきれずに、失点しましたけど、その直後、川崎選手がキーパーのミスというか、まあ、そこをしっかりとついて、同点に追いつき、で後半高木選手からのコーナーキックを小松選手が頭で合わせると。で、まあ、終盤ですかね、相手もコーナーキックを途中から入ってきた選手が頭で合わせて同点という形でした。まあ今回私途中で、あのマーク選手シュート打たないフォワードは怖くないよというふうなツイートをしましたけど、まあそういうね、ことはあったかもしれませんけど、まあ、そのシュートを打てる場面を作ったりとか、あのシュートまたはパスを選択肢として選ぶ状況に、あるようなシーンが増えたということはポジティブなことだと思いますし、まあ、そういった場面でマーク選手が絡んでるっていうのは非常にいいことだと思います。前節でも、まあ、あのサイドからのクロスにいい飛び込みとか、まあ、あと少しの部分触れてたらっていうような場面もありましたし、まあ、点が取れてないんで多くの、まあ、批判じゃないですけど、まあ、そういった他の選手使えようみたいな、声もそれは出てきて当然だと思いますけど、まあ、彼の良さっていうのも徐々に出てきてるとは思いますし、今日のシグマス選手との前線からのプレッシャーアプローチっていうのは非常にいいものがあって、ビルドアップを得意とする相手に対してもしっかりと前からはめるっていうことができてましたし、そこについては非常に良かったと思います。はい。まああと1点、まあ取れる期待はあるような展開だったと思います。で、まあこういった前からプレッシャーをかけるときにやっぱ中村俊太選手とかいた方がいいのかなと思うんですけど、今回はベンチにも入ってなくて、まあ怪我の可能性が高いのかなとは思ったりもするんですけど、まあコンディション不良というところで今回は高木選手が先発で入って、まあ、しっかりとアシストという数字を残してくれてます。はい。で、まあ、キャプテン竹内選手がちょっとね、右目の横のとこ怪我されてるような状態だったので、そこはちょっと気になってはいたんですけど、まあ、試合通してしっかりとやれてたんで怪我の影響もないだと思いたいです。で、まあ、今回選手交代はそんなにしてないんですよね。2枚だけ。それも足つった交代と、まあ、最後吉成選手を入れたというんで、これまで結構交代選手は多く使ってきてたと思いますんで、まあもうちょっと早く何か手を打ってもよかったかなとは思います。で、ここのところやっぱり中盤でしっかりとボールを奪ってからっていうのが多くシーンとあると思います。で、その後の1本目2本目のパスがちょっとおろそかになったり雑になったりっていうところで自分たちでチャンスを潰してしまう部分がまだやっぱりありますし、そこを改善することと、あとは、まあ、攻撃の形、まあ、狙った形は多分出せてるような印象はありますし、まあ、上位相手にこれだけまあやれたっていうのは選手の自信にもなると思うんで、まあ、継続してやっていってはほしいと思います。ただ、個人としては中村亮
選手とか松岡ジョナタン選手とか見たい選手っていうのはまだいますんで、そういったところもぜひとも使っていただきたいかなと思います。うん、で、まあこの並び先発これだったんですけど、まあインサイドハーフの高木選手と岩本選手の左右、まあ、逆でも面白かったかなと、まあ、というのも高木選手と川崎選手が、昨シーズンはこの右側2人で、結構になってですね、非常にいい形で崩す場面とかもありましたんで、まあ、そこを、まあ、見てみたかったっていうのもありますし、まあ、岩本選手もね、右サイドでワイドの低い位置でボール受けたりとか、まあ、ボランチ西本選手の脇で受けるような低い位置で受けることが多かったんで、まあ、左のより高い位置で、まあ、プレーしてみても面白いんじゃないかなと思うところもあります。で、まあ、それだったらね、内側にボール持てますんで、まあ、自らシュートを打つ機会っていうのも増えてくると思いますし、まあ、今日も裏抜けがあったんかな、こう2個なので、もっと4選手が高い位置でボール絡めるようになれば、ゴールへの期待値というのは高くなると思います。はい、で、まあ、ディフェンス対応はまあ1失点目はちょっといただけないですけど、まあ、その他については、まあ、良かったんじゃないかなと、まあ、悪くはなかったと思います。うん、そうですね、今日の試合についてはこんなとこかな。はい、まあよく言えば、まあ、サイドの2人の突破をもうちょっと見られるような展開があればよかったかなと。で、あと最後か、最後もう試合時間残り少ないシーンで左サイドで西本選手と石谷選手ってちょっとパス交換してましたけど、まあ、あそこはまあ早い段階で、まあ、ゴール前に放り込んだ方がまあ何かが起きるっていう可能性を考えると良かったんじゃないかなと。まあ、サイド深くえぐるよりかはもう時間のこともありますし、上げてしまっても良かったんじゃないかなっていうのもあります。で、まあ、あと渡辺選手、優雅選手もね、途中から出てきて、あのファイティングスタイルで、まあ、テクニックから相手を割と抑えれてたんじゃないかなと、まあ、より優位な、自分に優位な状況に持ち込むことができてたと思いますし、まあいいクロスも1個あったかな、縦に突破してあれも惜しかったですし、まあ、次の試合で、まあ、チームとしてどういう試合を見せられるか、こういったことを今日良かった場面っていうのを継続してしっかりと出せていけるのかっていうのが、まあ、課題というか、見るべきポイントかなと思います。はい、でそういえばあと試合とは別なんですけど、来シーズンの加入選手第1号、まあ、特別指定選手で、まあ、今シーズンから出れるとは思いますけど、決まりましたね。まあ、ゼムさんの、まあ、短い間だったとは思いますけど教え子ということで、まあ、これからの伸びしろという面も含めて期待していきたいと思います。はい、で話は終わって、今ちょうどねユーロ2020、去年できなかったやつを今年やってます。で、まあ、これワウワウでしか見れないとは思うんですけど、まあ、もし見られる方、まあ、ワウワウ入ってない人でもこれ入ってみた方がいいと思います。というのもですね、本当にその、まあ、1試合2試合見ただけで元は取れると思いますし、まあ、チケットより安いですからね、試合の。なんといってもその、まあ、例えば期待してないような組み合わせの試合でも、まあ、一応つけて見てみたらその面白さに圧倒されて1試合丸ごと見てしまうような試合が非常に多いです。で、例えば昨日の、まあ、ハンガリー対、フランス
まあ、圧倒的下馬評では圧倒的にまあフランスが有利でと思ってたらハンガリーが先制点を決めてとかそういうこともありましたし、またベルギー対デンマークみたいに、まあ、エリクセン選手が、まあ、言ったことがありましたけど、チームとしてはしっかりと戦って、まあ、それこそ先制点を挙げて、まあ、途中までは、ね、非常にデンマークが押したような展開で見る、本当に、まあ、どちらかを応援するとかじゃなくて、そのサッカーファンとしてその試合を見るだけで非常に楽しめるような試合がとても多くて、まあ、昨日のまたドイツ対ポルトガルもそうですし、本当に強度の高い、そしてスピーディーな、あの一生懸命とかいうレベルをはるかに超えたあの試合が見れると思いますんで、入ってない方は、私は回しもんじゃないですけど、ワーワーのぜひ、ご覧になってください。で最近はあのもうまた話変わって、ホームの試合もちょっと見に行けてないんですけど、まあ落ち着いたら行けたらいいかなと。ちょっとね、仕事とかそっち方面のことが忙しくて、まあ、このレビュー動画もちょっとなかなかすんなりと撮れるような状況じゃなかったんですけど、まあ、しっかりとね見てくださってる方がいるんで、継続していきたいと思います。はい、まあアウェーの地で、まあ、最低限の勝ち点1、取れたということで、次の、ホームでは勝利願って、いきたいと思います。引き続き、皆さんも応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。